武田常康氏、小池晃氏に天皇を廃止するつもりかと聞いたところ、がネットで話題。内容はこちら。武田常康氏が日本共産党の本心をツイートしました。では、武田常康氏の発言を見てみましょう。武田常康、小池晃氏に以前、番組そこまで言って委員会で将来的には天皇を廃止するつもりかと聞いたところ、そうだと肯定した。それが日本共産党の本心。天皇制を廃止なんて、日本国民が絶対に許しません。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。アメリカみたいに共産党を排除すべし。まさしく本これです。次はこちら。共産党って昔からそうだよね。何が問題なんだ。足立康議員が共産党は破防法の監視対象と言ってますからね。いろいろと問題だと思います。次はこちら。そうだね。それよりお前ら日本以外の国に行ってくれ。そうすりゃ天皇陛下もいないからよ。その通りです。そんなに天皇陛下が嫌なら日本から出るべきです。しかしなぜ日本の誇れる天皇制を廃止しようとするのか。いい加減にしてください。最後はこちら。N 国みたく政見放送で言えばいいのに。天皇制をぶっ壊すって。そんなことをしたら日本国民から猛批判の嵐でしょうね。共産党をぶっ壊すなら賛同する声が多いかもですね。でもなんか、小池晃が政見放送であの不敵な笑みでぶっ壊すって言ってるところ想像しちゃいました。やばい。結論。天皇陛下のご存在がそんなに嫌なら日本から出ていけばいいだけの話です。それ以上言うことはありません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。